日本大阪府大阪市東淀川区淡路、東淡路、西淡路淡路は、大阪府大阪市東淀川区の地名。現行行政地名は、淡路1丁目から淡路5丁目、東淡路1丁目から、東淡路5丁目、西淡路1丁目から、西淡路6丁目。中心部に位置する淡路駅では、阪急電鉄の京都本線、千里線が交差し、 加えて2019年3月から西日本旅客鉄道大阪東線も開業し連絡する。淡路駅周辺は商店街として賑わいを見せている。北岡崎川、南を淀川に挟まれた平地で古代はもっと小さな中洲だったという。中心部となる淡路駅近辺は両川から数百メートル離れており、川の近くとは感じられない。 淡路の地名は901年に菅原道真が太宰府へ左遷され淀川を下っていた時当時は中洲だった当地を見てこれが淡路東か、と勘違いし上陸したとの伝承による淡路の東隣にある菅原という地名も道真から来ている道真の上陸地にはかつて淡路天満宮があったが1910年に中島僧者へ合祀され 現在は跡地に鎮座するアタコ神社境内に天馬旧子を示す石碑を残すのみとなっている。江戸時代には西成群像島村と高畑村を形成1871年に上村が合併して淡路村となった。1889年の町村静子港では近隣の八家村と合併して発足した西中島村の大技となり、1925年に 大阪市へ編入され、東淀川区国継町となった。新町名は木ハの投稿、来国継が淡路に居住していたことによるもので、同時に船場の淡路町との重複を回避している。なお、国継の名は、付近の一部施設に残されている。大阪市へ編入された年には、新京阪鉄道が天神橋駅から当地まで路線を開業し、淡路は鉄道の結節点となった。 なお、淡路駅自体は4年前の1921年、北大阪電気鉄道が13アージと四つ間を開通させた際、同時に開業している。さらに1928年には、高槻町まで延伸され、現在に至る十字型の線形が構成された。一方で1929年には、商船上等貨物線が開通し、 淡路の東方地区定でを南北に縦断するようになった。1939年に淡路新町、1958年に淡路本町、西淡路町、東淡路町の町名ができ、国津区町の町名は実質的に姿を消した。1980年に現行の住居表示が実施され、下新城のうち上東貨物線以前の区域が淡路に組み入れられた。 なお、淡路本町の名は、今でも商店街名にその名残を留めている。淡路駅、西口一帯は、商店街、市場、金融機関、有供施設などが多く、日中は人通りが多い。駅東側の東淡路は、住宅地で、東淀川図書館や呉大阪北などの公共施設が多い。淡路西部は、住宅地であるが、新大阪方面からの道路が、 東西に貫いている。西淡路は住宅地と商工場が錯雑している。淡路の中心部は商業地として賑わう一方、道路は狭く曲がりくねっている。幹線道路と言えるのは南延分の淀川沿いを通る淀川通ぐらいである。そのため、大阪シティバスの路線も中心である、阪急淡路駅前には乗り入れられず、淀川通を通る路線以外は、 北部の東海道新幹線の高架沿いに中型車を使用する11号系統が通るのみである。淡路駅周辺の高架化工事完了の際には改善が見込まれている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。阪急淡路駅に口かつて、淡路地区には阪急新大阪連絡線構想があった。阪急十三駅、神崎川駅から新大阪駅を経由し、 淡路駅へ至るもので実現すれば、阪急淡路駅は後方向からの列車を受ける一大拠点となるところだった。しかし、阪急電鉄は2002年12月6日に新大阪、淡路間及び神崎側、新大阪間の免許廃止申請を提出。翌2003年には正式に受理され、新大阪から淡路へ、阪急の路線が来ることはなくなった。阪急が、 淡路、新大阪間建設を断念してからしばらく経った2006年5月、両駅間アクセスを図ったコミュニティバス、i バスが運行を開始したが、2年弱で廃止となった。2019年3月に JR 淡路駅が開業し、阪急の代わりに JR 大阪東線によって新大阪連絡が可能となった。阪急淡路駅は近く高架化され、 駅舎を JR 線に寄せる形で東側へ移すと同時に駅前広場などを整備して現在全くバスなどの乗り入れる余地のない点を改善する予定である。ただ商店街や諸施設の多くは現在の駅位置に直結している。かつて淡路を走っていたアイバスこれらの系統はいずれも淡路の終焉部を走っている。中心部については 淡路駅と新大阪駅を連絡するコミュニティバス、i イバスが2006年5月から2008年3月まで運行されていたが、利用不振につき廃止された。現在、淡路駅に乗り入れる路線バスはない。ABC、大阪府大阪市東淀川区の町町朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。ABCD、住民基本台帳人口。 外国人人口大阪市2019年10月4日閲覧 AB 淡路の郵便番号日本郵便2019年8月15日閲覧市外局番の一覧総務省2019年6月24日閲覧 AB 東淡路の郵便番号日本郵便2019年8月15日閲覧 AB 西淡路の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。大阪府内にはこのほか服部天神宮や三宅神社などに、菅原道真伝説が残る。伝承の常でこれらの地点は分散しており、道真が実際に、どこを通ったのか、真相は定かでない。大阪再発見。淡路天満宮跡あたこ神社の住所は、 淡路一丁目十二の五。もっとも、あたご神社自体が1945年6月の大阪大空襲で全焼しており、現在では神社というより、祠ほどの規模である。また、淡路にまつわる道真伝説は、大阪では割に知られているが、その道真の上陸地にしては、石碑背面の消えかかった碑文の他に、解説看板の類は何もない。 大阪市建設局国自中水諸国次踏切。ただし、道路計画としては中断中で、道幅は本来広いものを仮設ガードレールで仕切った状態。また、東側の阪急京都本線と交差する直前で終わっており、幹線道路とは言い難い。ABCDEF、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、 世帯数調長、アザトウ、総務省統計局、二千十九年八月十六日閲覧。ABCDEF、平成十二年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ、総務省統計局、二千十九年八月十六日閲覧。ABCDEF、平成十七年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。ABCDEF。平成22年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。ABCDEF。 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長,長あざ等、総務省統計局2019年8月16日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局 2019年10月23日閲覧。郵便番号を2019年度版。日本郵便。2019年11月4日閲覧。ありがとうございます。